私、国際ライン科2年の田村と申します。私は航空運航科に1年間編入してまいります。航空業界の知識をさらにレベルアップできるように頑張ってまいります。私、アジア言語科2年大間です。これから2年間航空経営科で学んでいきたいと思います。エアで2年間学んできた韓国語を十分に発揮できるように毎日頑張っていきたいと思います。